皆さんこんにちは、絵本作家の星名拓夫です。はい、というわけでございましてね、今回はですね、ちょっといつもの企画とはちょっと違ってですね、告知の動画になります。と言いますのも、この絵本作家星名拓夫の YouTube チャンネル笑える絵本棚で初めての生ライブ配信が決定いたしました。ありがとうございます。というわけでございまして、イベントの名前はでしまして、絵本作家星名拓夫主催学園祭2020アットオンラインでございます。ありがとうございます。というわけでございまして、チラシも完成しておりましてね、こんな感じのチラシが、僕のイベントやなんかでは、もうすでに、配ってるので、見たことある方いらっしゃるかもしれませんね。学園祭というイベントはですね、実は今年で5年目でございます。毎年夏休みに開催してたんですが、まあ昨今のご事情により今年の夏はちょっと開催を断念したんですが、ぜひね、今年中に何かの形でやっぱり開催はしたいということで、まあせっかくこうやって YouTube チャンネルをね、開設したので、この YouTube チャンネルで初めての生ライブ配信という形で、やってみようかなと思って決定いたしました。日時はですね、11月の29日日曜日、1時半からこちらのチャンネルで、もうどなた様でもご覧いただけますので、ぜひぜひ見ていただきたいと思います、ね。このイベントはですね、もう僕が5年前に始めたイベントです。テーマとしては、四つ葉の子というふうに僕は言ってるんですけれども、障害児のことを僕は四つ葉の子と言っています。四つ葉の子とその家族、それからその周りの人全員一緒に笑えるような時間を作りたいということで、5年前に始めたのはこのイベントです。僕、絵本作家星名拓夫と、その年によっていろいろなアーティストの方、音楽家、芸人さん、いろいろな方に出ていただいて、僕と一緒にコラボレーションしていただくという、そんなイベントになっております。今までもたくさんの、ね、方が出てくれたんですけれども、今年この生ライブ配信に向けて4組の、アーティストの方が出てくれることになりました。その方たちの、ね、自己紹介と、それから僕との対談動画もこれから随時公開していきますので、ぜひぜひ、こちらまた YouTube チャンネル、しっかりチャンネル登録していただいてね、そのイベント当日まで楽しみにしていただきたいと思います。そのイベントではね、僕絵本作家といろんな形でコラボしていただくんですけど、例えばね、この、毎月開催しているオンライン独演会っていう方ではよくやってるんですけど、このキノコキノコってこの紙芝居があるんですけど、これにもね、歌とか、音楽をつけていただいて一緒にこの紙芝居を披露するという、だからまたいつも僕一人でやってる紙芝居とはちょっと違う雰囲気になると思うので、そちらもぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。それからね、こちらも、もうオンライン独演会ではおなじみのママモという絵本ありますけど、このママモという絵本にも歌とか音楽をつけていただいたり、さらにさらにそのオンライン独演会ではまだ、やってないんですけど、みんな知ってるかーいっていうね、これね、ちょっと中身ちょっとだけ見せますけど、これ、ね、貝が出てくるんですよ。ね、これまだね、この YouTube チャンネルの初公開になりますから、この、不思議な歌と、音楽がついたこの紙芝居も公開しますから、ぜひぜひそちらも楽しみにしていただきたいと思います。絵本作家星名拓夫主催の学園祭2020アットオンライン、11月29日日曜日1時半からこちらの YouTube チャンネル笑える絵本棚で公開です。誰でもどなたでもご覧いただけますので、ぜひぜひたくさんの方にご覧いただきたいと思います。それから先ほども言いましたけれども、出演してくれるゲストの紹介 VTR 動画映像、随時公開していきますので、そちらの方もぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。そんなわけで11月29日会いましょう。
絵本作家星名拓夫でした。バイバイ。